綾桜義太郎は、青森県西津軽郡味ヶ沢町出身の元、大相撲力士。本名は、清野義太郎優太郎。1898年3月11日に、青森県西津軽郡で生まれる。地元の小学校を卒業してから近所にあった、桜場五福店へ高校に出ていたが、相撲好きな五福店の店主から影響を受けて、土地相撲に出場して、実力をつけ、 入間川部屋へ入門、1916年1月場所で初土俵を踏んだ。立ち合いから一切頭を上げないまま攻める堅実な取り口で組んでから時折足癖を見せて相手を倒した。しかし、活気をわずらったことで一度帰郷し、1年後に前、相撲から再出発した。こうした苦労のかいあって1922年5月場所で、 新十両昇進を果たしたが、わずか一場所で幕下に転落して、以降は幕下暮らしが長くなった。再昇進に自信を失っていたところへ、大連での巡業で同郷の画家、野沢女王からに、小野東風作、柳に飛びつく、河津の絵をもらって激励された上、大の里一万助がやってきて、猛う稽古をつけられたことで奮起し、1927年10月場所で、 最重量昇進、1930年5月場所で、悲願の新入幕を32歳で果たした。入幕後は大きな勝ち越しこそないものの、少しずつ番付を上げてゆく。東前頭4枚目で迎えた1931年10月場所では10勝1敗の、高成績で平幕での幕内最高優勝を果たしたが、当時の地方場所では、優勝額が存在せず、 子供や孫に優勝を報告しても信用してもらえなかったという。1932年1月6日に春秋園事件が勃発すると日本相撲協会を脱退するが、1933年1月場所にて幕内格別席で起算した。1934年5月場所からは、綾川五郎次と改名。1935年1月場所で席分けへ昇進したが、 親戚分けで迎えた1935年1月場所では2勝9敗と大きく負け越したために1場所で平幕へ降格した。1937年6月順本場所で当時27連勝中だった双葉山定地を外掛けで破り、後に出羽の海一門で打倒双葉を合言葉に対策を繰り広げる手がかりを見つけた功労者とされた。 この時の功労をたいたて相撲作家の石井大蔵はもう一人の安芸の海という異名を綾桜に与えた。1937年の年末に九州の巡業で新海美ゆ蔵と口論の末に喧嘩となり新海からビール瓶で頭を殴られた。新海は加害者であることで強制的に引退させられたが綾川は被害者でありながら新海が綾川に火があるかのように 仕立てたため避難を受け、半ば強制的に引退させられた。引退後は、年寄り、地下の裏を襲名。1940年1月場所を最後に廃業後、形場で旅館を経営したが、第二次世界大戦の終戦後に帰国して、綾川五郎次と同じように、明治大学相撲部の師範を務めた。わかりやすい指導で学生から人気を集め、 さらに相撲部員の世話によって柳橋で料理店を経営した。1982年12月8日に急性肺炎のため五所川原市の病院で死去84歳没。戦前に幕内最高優勝を達成した最後の生き残りだった。現在は青森県五所川原市に綾川の記念碑が存在する。ABC 大蔵新設大相撲見分録。 春秋円事件での脱退を含む、ABC ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、出羽の海部屋、春日の部屋 P25 日本相撲協会のホームページでは、この時の綾川を最年長新三役としている。正確には1936年1月より2枚観察で、年寄りになっている。ただし、小結び一場所は、 春秋園事件で中止になった1932年1月場所である。ありがとうございます。